えー、今日の動画はですね、あのー、皆さんご覧になってなんだ見て損したというふうに思うんじゃないかと思うんですね。えー、もうがっかりすることを、まあ、これから申し上げるわけですが、まあ、人間はがっかりすることもあるんですよね。何事も自分の思うとり行くってことはもちろんないし、まあ、自分が正しいということもよくわからないし、まあ、いろいろそういうことがあるんですよね。で、この日本の防衛についてですね、 第3段階。まあ、第1段階はいけますね。丸腰の人を撃たない。この規則を決めると。第2段階。自分の領土は自分で守るけど、他人の領土に軍事行動をしないと。まあ、これも認められるかもしれませんね。第3段階は、今まで日本の多くの方々がやっておられる平和を求めるってやつなんですよ。平和になれば戦争はないですからね。日本の防衛も叶うんですけども、 ここで、まあ、なんでそんなこと言ってんのっていうふうになるんですけど、平和を求めることは私はね、できないと思うんですよ。これは、あの、人間の歴史1万年ぐらいの間、ずっとその願いはあるんですね。それは昔は残酷に剣で切られて死んでいくわけですから。もちろん、あの、広島、長崎の惨状もひどいですよ。だから、誰もが嫌だと思ってるんだけどやめられない。そこで、 ゲーム化したわけですよね戦争はどうしてもやめられない。そこで軍隊に派手な軍服を着せて野原でやってくださいと。しかもいろいろ戦争の規則も決めましたと。例えば降伏する時は頭の上に銃を置いて白旗を掲けてで部隊単位で出てきてくださいと。えー、指揮官が必ず降伏の時にはついてきてくださいとかね。そういった国際条項も詳しくやったと。 それからまあ日本の文化人でヨーロッパをこう尊敬してる人いるんですけど私はねヨーロッパあんまり尊敬できないんですよ。ヨーロッパの哲学文学うーん音楽絵画なんかは尊敬しておりますがヨーロッパ全体としますとねやっぱり戦争は多い。 えー、階級制は激しい人種差別も激しいっていう国ですからね国々ですからね非常に戦闘的虐殺も多かったんでねやっぱりちょっとあんまり <laughs> そのヨーロッパを尊敬しろすと無理なんですけどそれでもウェスファリア条約のような1648年の条約平和を求めた条約もありますからねしかしダメだったんですよ。 例えば日本と中国の関係いると私はね中国は必ず日本を侵略してくると思うんですね。それはまあ恨みもありますねあの。かつて日本が強くて中国が真の国で駄目だった頃ですね。まあ、日本がかなり中国に圧迫しましたからその恨みも返そうってことがあるわけですよ。ももちろんん日本もねそんなこと言ったら 中国の元が日本に攻めてきた原稿があるじゃないかと。まあ言いたいわけですけど、まあそれぞれ水かけるになっちゃうんですけど。私は中国が日本を必ず侵略してくると思って、準備しておく必要があると。中国は日本に攻めてきません。よっていう楽観的なこと言うんですけど、あのこうなんか、えー、家の戸締まりとこれ、本当同じ理屈なんですね。 それは泥棒なんていうのは強盗なんていうのはですね世の中に本当にわずかしかいないんですよ。わずかな人しかいないし毎日満室の生活で強盗が襲ってくるってことは一生に一度もないかもしれないんですよ。ないかもしれないけどやはり寝る時には玄関の鍵を閉めてまあ 日本の地方はねあの非常にいい地方があるんで窓に鍵をかけなくてもいいかもしれないけども、まあ、東京に住んでりゃ寝る時にやっぱり窓に鍵もかけなきゃいけないんですよ。それどうしてかって言うんですねだってもう全員が国民全員が強盗に入っちゃいけないこと知ってるんですよね。お金はそういう方法ではダメだってこと知ってるんですよ。だけど怒るんですよ。 そのの起こるこるとの対策を取っとかなきゃいけないわけですね今日はニュース見てましたらね東京のもう有名な病院超有名な虎ノ門病院の、えーまあ、研修医ですからねまだ本当の配属ではないんですが一応研修医として虎ノ門でやってるお医者さんがね <laughs> 3回も窃盗した逮捕されましたね。だから人間の業っていうのがあるんですね。 それが必ず出てくるんですよ中国は今軍事力から言ったら必ず日本を侵略できますからね。それから中国にはこういう法律があるんですよ。ご存知の方おられると思いますが日本にいる中国人は中国が政府として日本を攻撃することになったらそれに内容して日本の破壊工作をやらなきゃいけないっていう法律があるんですよ。そんな法律ののあるところをね武蔵野市の あの市長はですね日本人と同じような投票権を認めろって、まあ、投票権ってだって選挙じゃないんですけどね市民投票なんかの投票権いやねちょっとね日本を破壊しようという例えばミサイルは日本に核ミサイルは日本に向いてるでしょそれから反日教育をしてますよね。その中国は必ず侵略してくるという準備をしとかないと。 まあ子供が家を出るときねあの車に気をつけなさいよういうようなもんなんですよ。車がにひかれるってことはもうあるかないかのことなんですけどそれは準備しなきゃいけない。そこでですね平和は無理だと。まあ、もちろん平和運動してもいいし平和の祈りをしてもいいと。だけどもそれはもう達成されないんですよね。平和の祈りをしながら あの強盗が入ってくるから鍵をかけとかいけないんですよね。これしょうがないんですよ。これ人間我々人間ですからね。できそこないかもしれないけど強盗もするし戦争もするんですよね。そこで一番いいのは自衛隊がですね、まあ、現在の戦略ではちょっといかんかなと思うんですね。もう少しいいろろ それこそ賛成とコンセンサスじゃないけど自衛隊に何を国民が求めるかっていうことをもう少し積極的にす私はね第一にやるべきことはミサイルが発射されたらそれがあのコントロールを失って自国に落ちちゃうっていうソフトが一番大切だと思うんですね。でででできるるるんんすすよよそれれをを研究している自衛隊関係の人もおららだから日本は、ね、全力を注いで 研究関係は日本は優れてますからねこれまでの平和を求める技術か軍事技術っていうところにね、全然別のアイデアを入れたいと思ってるわけですよつまり軍事技術は相手基地を攻撃するとかできるだけマッハの速いロケットを作るとかジェット機を作るとかずっとやってきましたよね できるだけ早く走れてどっちでも走れる標準の正確な戦車を作るとそういうんじゃ全くない平和のための軍事技術平和ののための軍事技術ってて矛矛盾盾すると思うででししょ矛盾してないんですよ、えー、まあ徹底,徹底的にはですねソフトの攻撃をしてですねそして、えー、今ミサイルは上がった途端に打ち上げた途端にものすごく精密な電子制御で飛んできますからね。 その電子制御を妨害すればいいんですがまあ最初はできなければ宇宙の静止衛星を上げて静止衛星から自動的に攻撃をすると、まあ、いうようなシステムとかですねとにかく相手が侵略できないようにするっていうことですねまあ中国が空母を作っても全然平気だよと空母はすぐ撃ち落とすよというようなもんですね、まあ、日本の経済的水域に入ってきたらもうそのもま撃ち落とすと。 そういうその平和だけに平和だけ今はですね自主防衛っつってもですねあの日本の持ってる武器っていうのは自主防衛もできるし外国を攻撃することもできるんですよ自主防衛っていうのは日本の場合はそれを自主防衛にしか使えませんと言ってるだけなんですよ。僕がここで言ってるのはですね中国は必ず侵略してくるんです。 中国に日本の第9条の平和憲法を持っているったって全然何のだから衛生中立は宣言すするんですよもちろん日本は衛世中立まだ宣言してませんが衛世中立を宣言してかつ平和の武器しか持たないその平和の武器しか持たないっていうのは攻撃できない武器で守るという新しい概念を防衛に持ってこなきゃいけないってことですね。 えーとここでもっとこれ詳しく技術的にお話したいんですがちょっとあの時間的なっていうかまあ全体的な今話をしてますので今年の夏頃にはねどういうシステムであればえ中国が核ミサイルを打ち上げたら中国に落ちると必ず中国に落ちるとそういうようなシステムをですねやっぱり日本が率先して開発するっていうのがすごく重要なことじゃないかというふうに思うんですね。ここで言いたいいた新しい概念は 平和は願ってももいいけども実現することはないこれは人間の1万年からのやつで分かっているということとじゃあそれを踏まえてその現実を踏まえて日本の子どもたちが戦争で死ぬことのないようにするとこの2つが必要だと私は思います。